本動画では地図上のデータビジュアライゼーションとしてマップボックスと日本で公開されている地下工事データを可視化するということをやっていきます。それでは早速やっていきたいと思います。まずオブジェ階層からジオメトリーノードを作成してダブルクリックで中に入ってソップコンテクストに入ります。まず地図データを取得するにはどうすればいいかというと、あとマップボックスノードを使います。このノードからマップボックスというサービスを経由して地図データを取得できるのですが、マップボックスでまずアカウントを作って API キーを発行するっていうところをやる必要があります。これがマップボックスの現在のページですが、まあ、ここのページからアカウントを作って API キーを作成します。作成したアカウントの API キーをコピーして、この API アクセストークンというところに貼り付けますと。この状態でルックアップを押します。そうすると、メルカトル図法によって地図が表示されます。今回ロードしたい位置を、なんとなくフォーカスを合わせて選択します。で、今回はこんな感じで日本のエリアを指定します。セットロケーション&ダウンロードすると、地図データがダウンロードできます。で、しばらく待つとマップボックスノードでデータがダウンロードされて、こんな感じでかなり大きい平面が表示されました。単位を見るとすごく大きいということがわかります。今これちょっとわかりづらいですが、凹凸が確かにあって、でこれがさっき確認した日本の地形データってことがわかります。それぞれ出力がどうなってるのかを確認すると、一つ目の出力ではハイトマップが一つ入っていて、地形データが2次元のハイトマップとして表示されています。でもう一つのノードが、こっちはデータがたくさん入っていて、こっちはグリッドの情報が入っていて、ピクセル数に対応する形でポイントが入っていて、なので解像度はすごく高い 2024×2024 ぐらいたくさんのデータが入っているんですが、そこにハイト情報が付与されているという感じです。でマップボックスで例えばアウトプットのところでサンプルポイントカラーフロムカラーマップっていうところをチェックを入れると色情報が付加されます。これをチェック入れなくても、このノードによって画像がダウンロードされていて、この HIP ファイルのすぐ横に MAPS っていうディレクトリができて、 MAPS の中に画像が入っています。テストっていう HIP の名前を付けたんで、 MAPS のテストのところに高解像度の画像データが入っていて、一つはカラーと、もう一つは、まあ、緑の色で表現されている地形データが入っています。今回はこのマップボックスノードからの出力は使わずに、まあ、別途これよりも解像度が低いグリッドを用意して、でそこに色情報をテクスチャとして付与するっていうことをやっていきます。なので、隣にグリッドを作って、まあ、10×10 とかで表示して、これに対して UV クイックシェードと UV クイックシェードで先ほどダウンロードで得られた写真を選択します。その中のカラーですね、マップボックステラインカラーピンクを託していきます。まあ、これだと今 Y 座標の UV が反転しているので、ここでスケールを Y 方向のスケールを反転してあげます。次は、まあ、ここに、統計情報をマッピングしてあげるっていうことをやります。で統計情報は今回は日本の地下工事データ、日本の直近の土地の値段を公開されている範囲で調べて、それを列挙するってことをやります。でそのデータは、国土数値情報ダウンロードサイトっていうところで公開されていて、国土交通省によって運営されていますと。でこの中で数値情報でデータダウンロードの中に、ダウンロード可能なデータが入っていて、今回使うのはこの地下工事ってやつで、ここにある全国の2024年度、これを押しますと。アンケートとか聞かれるんですけど、一旦キープ
してそのダウンロードします。で、こういったデータは規約も基本的には確認する必要があって、このサイトの規約上では基本的には自由に利用できて商用利用もできるということになっています。出典の記載とか第三者の権利を侵害しないようにっていう、まあ、注意事項が書かれていて、一通り目を通す必要があります。で、ダウンロードしたデータの中身はこのようになっていて、いろいろデータは入っているのですが、一番使いやすいのは GeoJSON っていうやつで、共通化されたフォーマットで提供されている地形データに紐づく統計という感じになっています。で、GeoJSON っていうのも簡単に説明しておくと、JSON の中に、JIS データを記述するために比較されたフォーマットですと、その中にポイントとかラインストリングとかポリゴンとかデータの種別を定義して地図上のデータに紐づけると感じです。JSON で規格化されているので、エントリーの中にデータとして何が入っているのかっていう、まあ、予測が立ちやすくてすごく使いやすいものになっています。で、今回はこの GeoJSON を使っていくんですが、まずは Visual Studio Code などのエディターで中身を確認します。で、開いてみるとこのような形で結構綺麗にフィーチャーズの中にたくさんのエントリーが入っていて、土地の金額に対応するような項目を探します。サイト上の定義では、まあ、このようになっていて、これの地下工事のこの辺のデータ項目が JSON の中に入っているんですが、項目名が L01 のナンバリングみたいな形でちょっと不親切ですが、 L1 の008あたりが金額と推定されます。一旦これをそのまま使って可視化してみようと思います。場所は分かりやすくて、ジオメトリーの項目の中にタイプポイントとあって、で、さらにコーディネートで緯度経度が指定されている感じです。この JSON を Houdini 内で読み込んでみて、ポイントとしてまずは表示してみるということをやります。Houdini は Python ノードっていう、まあ、Python を記述できるノードがあるので、JSON を読み込んでいきます。Python ノードっていうのは、まあ、その名の通り Python を記述するノードなんですが、SOP 内の Python ノードでは、ノードの情報とかジオメトリーの情報っていうのが、まあ、抽象化されて用意されていて、ここにアクセスしたり、結果をパラメータに代入したりとか、ジオメトリーのアトリビュートに、どんどんこう、計算した結果とか読み出した結果を突っ込んでいくってことをやります。外部の CSV とか JSON を、まあ、Python 内でパースしてポイントなどでデータ保持するっていうのは便利です。で、今回はまあこういったコードを書いて JSON の中身を取り出して、で、まあ、必要な情報をアトリビュートに格納していって一個一個まあポイントとして図示していくっていうのをやっていきます。と Python ノードを用意して、ここに Python を書いていきます。で、まずは JSON の読み出しをしていきます。 JSON の読み出しは Houdini というよりは Python のモジュールを使います。とインポートで JSON モジュールをインポートして、ファイルに関してはパラメーターから、ファイルパスを取得するようにしようと思うので、とその方法は、ギアマークからエディットパラメーターインターフェースを選択して、でファイルをルート直に置きますと。ファイルのパラメーターの名前を JSON とかにしておきます。ラベルも JSON にしてアクセプトを押して、そうすると JSON をファイルタイプで指定するようなパラメーターが一個現れて、ここにあらかじめさっきダウンロードした JSON を読み込んでおきます。このファイルを読み出すためには、まず自分自身のノードですね。ここで取得されている自分自身のノードの、まあ、eval パラムっていう数を使うと自分自身のパラメータを評価するってことにができますと、まあ、自分の中の JSON っていう名前をさっきつけたので、JSON っていう文字列で指定して、でここで帰ってくる返り値を取得しますと。ファイルの開き方はオープンの、ファイルパスの、今回書き出しはしないのでリードタイプを指定しておきます。これの返り値を得てもいいんですが、まあ、これをちょっと with 構文を使っ
て、このオープンが成功した時にのみそのブロックに入るようなことにしたいので、with open でこの返り値を as で JSON ファイルっていう風にして、JSON ファイルとして受け取って処理しますと。このさっきインポートした JSON モジュールを使って JSON をパースします。JSON のノード、JSON ファイルと返り値を、受け取りますと。でこうすると、構造化された状態で読み取ることができますと。JSON からここの字型括弧で、パラメータにアクセスできるっていう感じになるんですが、欲しいのはこの座標ですね。どこの地点の地下なのかっていうのと、あと最低限 L1 の008のこの整数値の金額ですね。for文でエントリーにアクセスしてます。でエントリーをアクセスするんですが、どこに入ってるかっていうと、まずこの直下のフィーチャーズですねにアクセスして、これがリスト形式で入っているのでアクセスできると。for文でアクセスしたエントリーの中のジオメトリーのコーディネートの中に座標が入っていると。エントリーのジオメトリーの、コーディネイツで緯度と経度ができると、変数として保管しておきます。点を作ってで、その点の中に、ポジションを格納するということをやっていきます。点の作成はジオに対して、クリエイトポイントを呼ぶと、ポイントが作成されて、でポイントそこで作成されたポイントを返却されるので、これを変数として持っておきます。でこのポイントに対してセットポジションを行うと位置を格納できるのですが、一回やってみても、エラーが出て、エラーの中身を確認すると、ちょっと綴り間違えてますかね、パルムです。まだエラーが出てて、セットポジションの引数が違うよみたいなこと出てて、コーディネーツが2次元の配列なので、これを3次元にする必要があります。ポスに対して1個、0をアペンドしてあげれば、3つの配列になるので、これで点が、できているかっていうのを確認します。なんとなく XY 座標に緯度経度が取得されて、日本の地図の形状が表示されているってことが分かります。なのでデータの読み出しはまずはできてそうです。でここに、金額ですね、地価の値を読み出して、格納していきます。ポイントのアトリビュートに対しては、これは新規で追加してあげて、で格納してあげるってことをやります。アトリビュートの新規追加は一応アットアトリブですね、アットアトリビュートで、これの引数に、まずは、アトリブタイプのポイントと、ポイントアトリビュートに、次が名前で、プライスと、で、初期値で0と、整数の0ですね。初期値0で追加されましたと。で、金額に関しては、のエントリーの、ここにあるかっていうと、プロパティーズの中の L01008、 プロパティーズの L01 の008と、これをセットしてあげると、セットアトリブバリューと、プライスを指定してプライスで入れてあげると、こうすると今正しく値がスプレッドシート上で入りましたと。これで一旦データの読み出しはできそうで、必要に応じてその土地の名前ですとか、それ以外の属性値なんかを読み出して追加してあげてもいいですが、最小限ちょっとやりたいこととしては、この金額を表示するっていうことなので、一旦これで進めようと思います。で次に大事になってくるのは、
この地図データとこの統計データを座標マッピングする、位置合わせするっていうことで、これはフーディーの、まあ、ポイントアトリビュートの操作なのでラングルを使っていきます。ポイントラングルを使います。マップボックスから取得された画像データっていうのはメルカトル図法で、まあ、大体正方形のタイルで取得されているという感じです。メルカトル図法っていうのは円筒図法を改良して球面上の東西南北の方角が正しいものになるっていう風になっているものです。 Y 方向は特定の計算に従って伸びていくと。この図紙の数理に関しては結構難しいので詳細については説明はしませんが、まあ、ウィキペディアとかで詳しく紹介されています。マッピングで必ず必要になってくるのは緯度経度のメルカトール図法への位置合わせなので、縦方向に関しては数式を1個かませた上で、まあ、その数値をもとに Y 方向にマッピングしてあげるってことをやってあげます。でその、まあ、数式がこんな感じですね。ログのy イコールログのタンジェント4分の π プラス2分の緯度という感じになりますね。でこれをラングルでやっていきたいと思います。とまずこの地図の範囲を調べます。地図の範囲っていうのがどうなってるかっていうと、まあ、マップボックスで、記述されていて、ここですね、タイルスケールのところにタイルリアルワールドバウンズっていうところで緯度経度の範囲っていうのが算出されているので、これを、コピペしたいんですけど、で、この付箋に、ちょっとまずメモっていきます。でこれをメモってで、まあ、ポイントラングルで計算します。このグリッドの大きさっていうのも必要になるので、ダイニングレッドにこのまあグリッドを入れておいて、まあ、最初にその長さを測っておきますと。ベクターのタイルミンは、まあ、タイルの最小値バウンディングボックスで端っこの座標と、もう一つタイルのマックスで、ヘッド B ボックスマックスで0じゃないですね、第2のインレットなので11で、このグリッドの大きさっていうかね、最小位置と最大位置っていうのをあらかじめ取得していきます。 X 方向ですね、 X っていうか、X っていうのを用意して、でこれを、計算していくんですが、そうですね、フィット関数を使ってまずは今ある、ポジションの中にこの緯度経度が入っていて、経度ですね、経度は X 方向に入っていて、でこのミニマムとマックスの X 方向にフィッティングしてあげればいいので、経度の範囲をコピペしてあげればよいと。でこの範囲内でタイルミンの X とタイルマックスの X と、長いのでこんな感じですね。で次が Y で、で Y の方はさっき言った通りで、このまあ変換式を使う必要があります。Y なんですが、これを、さっきの変換を思い出してログのタンジェント、π を割ったのと緯度をラジアンに変換して、これを割ると。でこれの入力の範囲はというと、この緯度の範囲の、今の公式でマッピングしてあげた、ログの、まあ、これをコピーして、ここ 8.ほにゃほにゃに変換して、で、6点の値をペーストしてあげて、で、その結果が、このタイルのミニマムとマックスの、Y 座標に中に収めれば良いと。でこの、座標を、新しく X で V
P の、まあ、X セット平面なので Z パラメータに Y を代入してあげる。まずはパラメータは0にしてあげる必要があると。ここは Y じゃなくて Z 方向。ちょっと符号が逆そうですね。一回地図と点をマージしてみて比べてみると Y 方向が反転が必要そうですね。ここをマックスとミニマムを交換しておきます。そうするとぴったりいってるんじゃないかなという感じですが、ややオフセットがあるんですが、ちょっと原因がわからないのでちょっとスライドさせてトランスフォームでスライドしてあげたいと思います。Z 座標をちょうど 0.07 とか移すとぴったり合いますと。今回は、金額を高さにとって、棒を立てるということをやっていきます。コピートゥーポイントでこうボックスかなんかを立ててあげることを発想しますと。で、まずボックスを出して、コピートゥーポイントを置きます。単純にやるとすると、こんな感じになって、スケールの値とかを入れてあげるためにもう一回ポイントラングルでアトリビュートを追加してあげます。最初のポイントラングルは分かりやすいように、Fit to Mercator。こっちは、スケールとかにしておきます。スケールアトリビュートをベクトルで用意して、セットで 0.1 入れてあげると、ボックスのサイズが小さくなって、まあ、これでもちょっと大きいので 0.01 にして、 Y 成分をこの金額の値を入れてあげたいと思います。で、金額は今イント値でプライスで入ってるんで、これをうまくこうマッピングしてちょうどいい塩梅で入れてあげます。で、プライスで相当してあげるとだいたい最大値がすごい高いですね。まあ、平米単価で5500万の土地と一番下が、470円ですね。ワンコイン以下ので1平米買えちゃうよみたいな土地が、あって、すごく極端っていうことがわかるんですが、まあ、この範囲内で高さを決定してあげます。なんで、まあ、ちょっと一回高さパラメータみたいなのを作って、で、これを、フィットしてあげたいんですけど、これを、フロート変換しまして、これを i のプライスと。最小値が470で、最大値が5570万か。とんでもない金額ですね。まあ、どこまでの高さで入れたらいいかなんですが、一回わかんないので01とかにしてみます。このスケールを入れてみて、で、そうするとまあこんな感じ、中心をずらして、まあ、下方向がちゃんと合うようにしたいと思います。で、これは簡単で、高さを2で割った値を Y 座標に入れてあげれば良いと。なんで字の Y が H 分の2と。そうすると今下がぴったり合って、棒が伸びているっていう状態になりますと。で、これで地図とマージしてあげるとこんな感じですね。大きくして見てみます。縮尺感もぴったり合っていますね。今回は、ちょっと状況が特殊で、コピートゥーポイントを使っているので、ポイントの数もまあ2万5000で結構たくさんあって、まあ、たくさんのところにボックスを置いているので、コピートゥーポイントをこのソップ階層でやるのではなくて、ステージ階層、まあ、レンダリングのところでやるということを発想しますと。まあ、そうすることで、レンダリング時間が短縮されたり、まあ、レンダリングのためのビューポートが軽くなったりするっていうメリットがあります。この辺をヌルノードを挟んでアウトポイントにして、で、隣もここをアウトボックスにして、で、マップをここもアウトマップという感じにしたいと思って、
で、ソラリスに行ってマップを表示したいと思うので、ソップインポートからインポートします。マップをインポートして、でこの状態だと画像が落ちてしまってるので、もう一回マテリアルライブラリでテクスチャをつけてあげます。 USD のマテリアル X ビルダーのまあでもまあマップっていう風にして、テクスチャサンプルしてあげるのですが、テクスチャサンプルをノードで行います。 USD の UV テクスチャですね、こいつで画像をファイル選択します。ベースの中のですね、マップボックス1のテラインカラーピングを選択しますと、色情報を一旦、ベースカラーに入れておきますと。でこのマテリアルライブラリの親階層でオートフィルマテリアルズをして、アサイントゥジオメトリのところでこのソップインポートっていうのを指定しますと。そうすると、まあ、画像だけですが復活しましたと。他のソップもインポートしてきます。一つはボックスですね、ボックスをインポートして、これをコピートゥーポイントで持ってきます。コピートゥーポイントノードでコピーしたいジオメトリっていうのは右側に入れます。ターゲットポイントの中のポイントをエクスターナルソップにして、ここでソップパスを指定してあげて、これがポイントですね。これをやってあげれば表示されるはずなんですが、ポイントインスタンサーをメソッドポイントインスタンサーにしてやると、正しく表示されて、この状態でマージをしてやると、こんな感じでマッピングがされています。こっちのグラフの方にもマテリアルを付加してあげようと思います。 USD のマテリアル X ビルダーで名前はグラフとかにしておきます。まあ一旦、目立つ色にして、であとはそのままにしておきます。このマテリアルライブラリの上の階層でオートフィルマテリアルズをクリックして、グラフですね、このコピートゥーポイント配下のこれに対して、色を付与してあげると、でこんな感じですね。あとはちょっとスタイリングなんですが、今回ちょっとマップの色は調整してあげようと思います。マテリアル X の、マップの方を、まあ、ちょっとグレースケールで赤だけ取り出してみるとどうなるかっていうと、こんな感じになって、あとは青だと感じで、緑だとこんな感じと、このグリーンを反転させて、リマップで、グリーンを、反転させてあげると、でそれをダルネスに入れてあげて、ベースカラーは赤を入れてあげる。で今多分ラフネスが低いんで、一回ライティングをしてあげます。マージノードでドームライトを置いてあげます。でドームライトにテクスチャを付与します。ちょっとラフネスとかをコントロールして高めにしていきます。この画像では都道府県のパスデータを同じように読み込んで、緯度経度からメルカトル変換してマッピングしてあげてるっていうのと、同じジオ JSON の中に前年比の増減の割合がデータとして入ってるので、その増減の割合をポイントアトリビュートに持たせてあげて、でそれを元に色のグラデーションを作ると。でちょっと見えにくいんですが、青っていうのが減少してて、で白っていうのが、まあ、ほとんど変化ないところ で赤は高騰しているっていう風になります。質感もさっきのとちょっと違うんですが、違うところとしてはマップボックスで高さが取れてるので、高さをもとに海か陸かっていうのを分岐してる。高さのアトリビュートが負だったら海と判断して、海のマテリアルを当てて、高さが正の値だったら陸地のマテリアルを当てるっていう風にして、マテリアルを変えているという感じですね。でそんな感じでこれはレンダリングされています。
ですね。本動画は以上になります。